大阪学芸高等学校、付属中学校は、大阪府大阪市住吉区にある私立高等学校、中学校。1996年までは男子のみの正規高等学校で、前身は日本で最初に2部を設置した実業学校。前身は1903年に弁護士の遠藤、三吉により設立された実業学校、正規商業学校で、 日本で初めて2部を設置した公主商業学校。太平洋戦争後の1948年に学生改革に基づく申請の商業高等学校として設立。1961年に普通科も設置し、大学進学を重視する方針へ転換。商業科を廃止。高校生急増期で、 段階ジュニア世代を迎えピーク時のバブル時代1988年に普通科のみの高等学校へ改編されている。創立以来特期上就、からなる世紀の校名を使用した男子校だったが、生徒減少期に入った1996年、生徒激減期に入った学園経営にとって生き残りをかけて大阪学芸高等学校に改称。 大阪学芸中学校も併設して、中高一貫教育を実施。1998年男女教学に移行した。学科も再編され、普通科、国際科がある。中でも普通科に2010年設置の特技コースは、プロや専門職を目指すための学習体系で、特技を活かせる時間を大幅に確保するため、土曜日を除く週5日間授業のため特技に専念できるとして、 フィギュアスケートやクラシックバレーから囲碁、将棋、芸能界関係者を対象としている。なお、公明に学芸の名称を使っているが、国立大阪学芸大学及びその付属学校とは一切無関係である。伝統の世紀を捨て、女子を受け入れたが、志願者像の決め手にならず、1学年11から13クラスのマンモス校が一転、 2000年度に8クラスまで減り1学年300名を割った。進む学校ではなく、スポーツ競合校でもなく、宗教法人のバックボーンもなく大学の付属学校でもない、特徴のない学校のため、少子化の影響で入学者が減っていった。このため、理事会は進む学校化を掲げ、当時22名だった、簡単同率合格実績を5年後50名、 10年後100名にする数値目標を決定した。結果2001年度40名、2002年度50名、2003年度58名、2004年度60名だったのが2005年度に3桁を突破の114名、2006年度144名と赤積赤同率への合格者は急増。2006年10月、ベネッセ教育総合研究所の取材に対し、 学校側も講習や早朝テスト、組織改革の成果として誇らしげに語っていたが、それら合格実績は水増し鉄道に過ぎなかったことが、翌2007年7月に発覚した。大学合格実績水増し問題の実態は、進学奨学金を使用して、特定の少数の生徒に多数の大学を受験させて、延べ人数で合格実績を公表する方法を。 7月20日の産経新聞によると、平成18年度の大学入試で、国公立大学志望の男子生徒一人に、働きかけて、赤々同立の、計73学部、学科を受験させ、合格実績を水増ししていた。加えて、生徒に代わって、大学入試センター試験の結果だけで合否を決める、大学に大量に出願し、140万円を超える、受験料も負担。 生徒自身にも5万円を渡していた。系列の大阪学芸中等教育学校でも同様の不祥事が発覚。間赤同率218人が合格としていたが、178人分は実際には7人による実績で25倍の水増しであり、校長らが辞任諮問部科学大臣の伊吹文明も不快感を表明する事態となった。この大阪学芸の事件が、 大阪桐蔭高等学校や大阪国際大和田高等学校など全国の私立学校で続々と合格者の水増しが発覚するきっかけとなった。なお事件発覚後、ベネッセ取材の当該ページは大阪学芸の要請で水増しで図像部分を削除されている。1996年に併設の大阪学芸中学校は7年間で廃止され、2003年4月に 中高六年間一貫の大阪学芸中等教育学校も新設されたが、人気がなく定員七百二十名の十八パーセントしか集まらず、二千二十年四月に募集停止となった。中等教育学校の定員割れを踏まえ、併設でも一貫でもない高校に付属という形で、学園で四度目の中学校、大阪学芸高等学校付属中学校が二千十六年度に、 開校した。1903年に設立当初のコーチは、大阪市南区海柄町の元料亭で、大阪府立今宮中学校の近くにあった。商業学校のため部活動でも取材、そして相撲の全国大会で優勝している。2018年度の定員は、高校1920名、中学校240名。2021年度の募集人員は、 高校600名、中学80名。初年度は高校131万円、中学校141万円。交渉、編集交渉は書籍を広げた形をモチーフにデザインしたものであり、上に向かっては樹木が伸びやかに成長している様を、下に向かっては学問の象徴であるペン先を表現している。ありがとうございます。